麻生内の牧温泉麻生内の牧温泉は、熊本県麻生市にある温泉。麻生温泉郷の一つで、道泉里最大。麻生山のふもとに位置する。豊富な湯量を誇り、約80カ所の源泉がある。内牧温泉は、麻生温泉郷の中では桁違いに宿泊施設の数が多いが、 非常に広範の範囲にわたって分散しているため温泉街を形成していない。ロケーションは阿蘇街林山のハイライトである大観光から南下したカルデラ内で田園地帯が広がっている。この田園地帯の中に約80の源泉と30近い宿泊施設が散らばっている。施設は様々で文豪が愛した和風旅館から大型スパリゾートホテル。 家族旅行向けの中小旅館から民宿まで、あらゆるニーズに対応している。共同浴場も11件と非常に多く、地元の人たちも盛んに利用している。文学の街としても知られ、夏目漱石、与謝野夫妻などの文学碑がある。2016年熊本地震後に、大半の泉源で温泉の流出が停止し、その後の掘削し直しにより復旧している。 九州大学の研究グループによって、この原因は地下における地盤の水平滑りとされ、さらに周辺で生じた地面の亀裂も断層ではなく、水平滑りによって説明できるとされた。夏目漱石、種田山東家、与さ野鉄管、秋子夫妻など多くの文化人が訪れている。夏目漱石はこの地を舞台に、200等家を執筆している。 大正13年には、内巻駅と温泉街を結ぶ内巻温泉鉄道の計画が立てられたが、短距離のため却下されている。ありがとうございます。